連射王は川上みのるの小説。上下巻構成となっている。2007年1月メディアワークスより発行。主にライトノベルを執筆する川上みのるが初めて挑戦した一般文芸作品である。シューティングゲームを呼び STG に挑戦するゲーマーを題材としている。都市世界における。 フォースシリーズと名打たれているが、2007年現在同シリーズを構成する唯一の作品である。この作品はもともと川上のサイト上でウェブ小説として不定期に連載されていたものを開講し、大幅に書き下ろしを加えて出版したものである。そのため、作品前半部の文体は中、後半の文体とやや異なり、 非常に短い一文を羅列した形式になっている。2013年2月に電撃文庫より文庫化された。俺って何かに本気になれるのかな高校生活を卒業し、それぞれの道を選択して歩み始める者たち。進学する者、就職する者、現実を見据える者、夢に突き進む者。 新たな自分の可能性を目指す旧友たちの中で何に対しても本気で向き合えない主人公、高村公は一人取り残される。希望などない自分、目標などない自分。彼は急激に変化していく環境の中で自身の立ち位置を見失いかけていた。そんな中彼はある一人の人物との出会いから自分の本気を模索する道を歩み始める。 あるかどうかわからない自分の中に未だ秘めた資質。果たして自分自身の本質はどこにあるのかそれは射撃ボタンだけが知っている。あえて問いますが、君はゲームが好きですかありがとうございます。